おはようございます。おはようございます。赤いナースコール第8話考察動画でございます。はい。いや、まさか野田が全部入れ歯だったとは思いませんでしたね。違います。ちゃんとした歯を抜かれているんです。あれ入れ歯だったっていうオチじゃないんですか？あれ落ちた衝撃で入れ歯が外れたんじゃないんですよ。あれ落ちた衝撃で入れ歯も落ちたんじゃないんですか？違う。2段階で落ちていかないから。ポリデントの中にちょうど入ったみたいな。ないない。シュワシュワしてないでしょ。あれはもう犯人に持ってかれたんですよ。あ、そういうことか。はい、いやだからね、そこもまたそんな手間のかかることをっていうさ。そうね、一本ずつ抜いてたわけだからね。ワンチャン歯科医の可能性あるね、犯人じゃ。ないでしょ、歯科医が。そんなだって素人が抜けます？人の歯全部。まあ、ペンチでこう抜いてったとかもう雑にいったんじゃないですか？で、あんな綺麗に、綺麗にトウモロコシ食べるみたいな跡になってたよ。なってたよね。指でもいた時のな。どっち派？トウモロコシ雑に食べる、ああいう風に綺麗にいく派？俺綺麗にいく派なんだ。うっそ。だから今トウモロコシすげえ納得しちゃったよ。俺は最初綺麗に食べたくて行くんだけど、途中で失敗してもういいやって言ってガチャガチャ食っちゃう派。いや我慢しろよ、大人なんだから。できない、もう途中で。それで食っちゃうとトウモロコシが歯の間にいっぱい挟まる。いいんだよトウモロコシの話は。で、石原も糸ようじみたいなのやってたじゃん。やってたけど、あれはまた別だから。トウモロコシ刺さってたわけじゃないから。で、まあ8話が終わったわけですけども、まあ翔太郎と工藤が手を組んでみたいなさ、共同戦線みたいな、そのワーストみたいなこと言い出して。それ武装戦線だから。クローズみたいなこと言い出して。それ武装戦線ですよ。それ共同戦線を普通ですから。一緒に頑張ろうって言ってんだから。で、まあまあ情報を共有しようみたいになってさ、で工藤がなんか守ってやれお前は彼女のことみたいなさこと言うんだけど、あれもやっぱり前回に引き続き工藤サイコパス犯人だった場合怖いセリフだなと思いましたけど。そうね、お前を何を言ってんだってなっちゃうから。やっぱあそこはその加藤を思う熱い先輩デカっていう見方と、工藤サイコパス性癖歪み野郎だと違いますよね、うん、まあ確かに意味合いが全く違ってきますので、気持ち悪さとはさらに増してはきますよ、うん、そうそうそう、うん、ほんでよ、謎の石原総体みたいないなくて、委員長と釣り堀行ってなんか会話のシーンね、なんか麦わらの一味みたいなさ。違う違う、シーンあったじゃん。普通に麦わら帽子をかぶってるだけだな。麦わらの一味全員麦わらかぶってるわけじゃないからね。お前ワンピース見たことねえだろ。ないよ。さては。あれぐらいわかるよ。あれだから委員長が石原に麦わらの帽子かぶせて、気づいたら委員長の腕がないっていうシーンでしょ。あんな釣り堀で釣り堀で腕食われねえよお前。ちっちゃい川魚。そんぐらいの名シーンは知ってますよ僕も。一番最初じゃねえかそれ。あそこはだからあれを見る限りやっぱり委員長は院内の殺人犯目星ついてるんだよね。泳がせてるみたいなこと言ってたじゃん。バタフライで泳がせてるみたいな。いやいやいや、そんなこと言ってたじゃん。そんなに勢いよく泳がせてない。バサロキックでさ。そんな犯人も伸び伸びしてないわ。ワンチャン犯人北島康介説が出てきたね。ないないない。北島康介どっちかって言ったら平泳ぎだから。いやだからその人を殺すことによって快感を得て気持ちいい、超気持ちいい、何も言えねえ。そう、人殺して出てきた言葉だったら相当やばいぞお前。もうサイコパスの金メダリストだそんなの。サイコパス世界選手権のね、金メダルになりますからね。ねえよそんなもん。いやだからその院長が分かってるんだよね、なんか目星ついてるのよね。まあある人間だと思ってるっていうセリフはありましたから。うんうん、で、あえて泳がしてるみたいなさ、はい、でその後よ、うん、工藤が理事長の部屋に行ってさ、防犯カメラの映像を見せてくれみたいなこと言うんだけど、なんか秘書みたいなやつ出てきてさ、はいはい、ね、モブ秘書が出てきて、なんか役名もなさそうなモブ秘書が出てきて、なんか背負みたいなこと言われてたよね。背泳ぎじゃね、背泳ぎ。背泳ぎじゃないよ。鈴木大地じゃん、鈴木大地。違う違う。
お前何なの今日の水泳トークは。水泳トークって何だってこれバタフライチャンネルでしょこれ。違う違う違う、一休のバタフライチャンネル。そんなもう一個もやったことないのそんな。ただあの秘書が映像がもう何にもなかったみたいなさ、はい、こうやって工藤がさ怒るわけよ。で部屋から出てくんだけど委員長が出てきてさ、で持ってるわけよその USB みたいな。ってことはあの3人は知ってるんだよね多分その映像に映ってるやつ。編集チームなわけじゃんあの3人も。じゃあ、はい、あいつ秘書が編集してたっぽいからねあの感じだと、うん、ってことは絶対映ってるんだよね。そのそれを知って泳がせてるってことでしょ、はい、病院側はもう知って行動してるってことだから分かったよね、はい、でその後工藤が部屋から出て防犯カメラにらみつけてなんか口パクみたいな、はい、なんて、はい、なんて言ってたんだろうっていうね。そう、そこ気になるところですよ。何回か見たけどあの巻き戻して、うん、あれ声が遅れて聞こえるよって言ってましたね。言ってねえし言ってねえし防犯カメラ音声入ってないから分かんねえよそんな。衛星中継やってましたねあれ。誰に向けてやってんだよ一国道を防犯カメラに向かって。ただちょっとそのやっぱ尺的に本当あの後声が遅れて聞こえてくるはずだったんだけどカットされてますよね、その声の部分は。めちゃくちゃ遅れて聞こえてきてんじゃねえか、そしたら。来週あたり聞こえてくるんですか、どっかで。遅れすぎだし、聞いたことないよ、声が1週間遅れてくるなんて。なんて言ってたか分かんないね、あれね。はい。その防犯カメラのシーンがあって、その後のシーン、ちょっと気になるシーンがあって、翔太郎のレントゲンを、あの、なんかイケメン医師みたいな、新たなキャラがさ、うん、なんか、石原のパソコンからレントゲン出そうとしてさ、はい、なんか違う患者の足の写真間違って出しちゃうみたいなあったじゃん。うんうんうん、あれさあれじゃないの、足切断されたやつのレントゲン。ほう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 。高バイブの。なるほど。でその時にベッキーがいやあっみたいな顔したんよ。うん、でベッキーがそこで気づいちゃって石原がチャイコパスだって。なるほど。はあ、でその後廊下2人で帰る時に、うん、次山根さんが危ないみたいな翔太郎が言ったらさやめてみたいなこと言ったじゃん。はいはいはい。でも急に怒ったみたいな、うんうんうん、なんかドンタッチミーみたいなこと言ったじゃん。いやいや言ってない言ってない、その持ちギャグみたいな言ってない。持ちギャグ持ちギャグ言ったじゃん。言ってないのよ。やめみたいなこと言ったじゃん。言ってないのよ。どっちかというとシェリーみたいになってるからそれ。でよでよ、そのシーンがアリーの、うん、その後石原ベッキーユッケタイムがあったじゃん。はいはい。やっぱ石原のこと好きじゃん、はい、ベッキー。そうだね、惹かれてる感じはあるよね。で野田になんか敵対みたいな感じあったじゃん。うん、野田より私の方が魅力的よっていうね。あなたがもしチャイコフスキー犯だったら殺されるのは私が方がふさわしいみたいなこと言ってたじゃん。あれはだから石原をもう愛しすぎて、石原にだったら一番好きな人に殺されたいみたいな、その願望みたいな、はいはいはい、風に見えたのよ俺はあそこ。うんうんうん。でその野田とあの包帯の巻き方で野田が怒ってた言葉あったじゃん。はいはい。だ野田は野田で山根に敵対しみたいな、その、うん、石原に対しするさ、うん、愛情からのあの女の巻き方嫌みたいなあったじゃん。あそこはだからその石原を石原絡みで揉めてたというかさ、取り合うようなね、うん、そう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 。だから前さ野田があの宇田川に屋上で会ってた時さ、はい、思わせ目線あったじゃん、あの島田さんがあれはミスリードじゃないかって言った、うん、実は石原シャボン玉しながらまた聞いてたんじゃないかとか見てたんじゃないかとか、はい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 。でその夜呼び出されて石原に野田消されたみたいな、うんうんうん、なんじゃないかなとか。なるほどね。でそのチャイコハン石原説ちょっとあるな。いやあれありますよね。うん、まあ、加藤説もまだ捨ててないけど、うんうん、加藤生きてる説は喉仏の骨がないっていうのと、うん、よくよく考えたらどうやって仮装してる時の声取ったんだろうな。確かにあの桶の中に録音機あっても燃えちゃうじゃん。溶けますね。その外からなんて取ったらもっと聞こえないよね声。そうだね。でもあんな鮮明に取れてるじゃん。はい。あれ事前録音なんじゃないかなとか思っちゃうじゃん。そしたらはあ、物理的にね不可能な感じはしますから、っていうのもまだ可能性はあるかなっていうね。うんうんうん。であと今回分かったのが津田ね。
はいはいはい。なんか暴きたい感じだったよね。広報の人とつながってて。そう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 。メディアに何だろうね、情報を売るようなことをやったりしてんのかね。それでなんかね、金稼いでるような感じっぽいよね。あの候補は何なんだろう、弱み握られてんのかな。いや、そうなんじゃないですか、やっぱり。だから津田は白に近いよね、もう。そうだね、あの感じだと。うん、だから消される側には回ってるような感じはするよ。なんか掴んじゃった後にやられるんだろうなっていう、うんうんうん、で、あとやっぱり翔太郎とアリサの接吻シーンが今回あったんだけど、なんかパーカー男が外から見てたんよ。はいはいはい。あのパーカー男だよね、絶対犯人。あ、まあそうだろうね。ただ外にいたけど宇田川ではないだろうなっていうのは。宇田川だってパーカーかぶんないでしょ、もうつるっぱげなんだから。つるではないよ。つるではない、まだあるから。え、別につるっぱげだろうがパーカーかぶったっていいじゃないですか。そんなの人の自由なんだから。で、作業着みたいなの着たもんね、工藤と会った時だった。そう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 。だからあのフードの感じはあのチェーンソー男と同じシルエットじゃないですか。うん、うんうんうん、うん、だからあとはだから今回で一番の注目ポイントは、はい、委員長が昔の写真見てたその写ってたやつらよ。はい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 。委員長と今のね、奥さんと、うん、あと娘と謎の男みたいな感じだよね。もしくはだからそのそうだね、息子と孫の可能、孫娘の可能性もあるよね。ああ、なるほどね。一番左にいた男の人が息子だとして、うん、委員長たちの、うんうんうん、若い女の子真ん中にいた、あれがだからアリサなのか違うのかがもう微妙なラインなのよ、あれ。うん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 。似てるよね、だって雰囲気。ちょっと雰囲気は似てました。アリサの何年か前の写真って言われたら、そうなのかなってもなるし、うんうんうん、違いますって言われたら、ああ、そうなのかってもなるよね、あれ、うん。あれを見てて、だから委員長が、前なんか話出たけど、アリサが精神的に病気で、まあ、殺人鬼みたいな感じで、それを守ろうとして入院させてるっていう委員長が。はい、そういう説出てくるなと思った。アリサのさ、両親とも連絡取れんじゃん。はい、アリサがもうすでに消してしまってんのかなっていう、親も。なるほど。次回の予告で後藤田が委員長と翔太郎が前から知り合いだみたいなこと言ってたのよ、次回予告で。で、アリサに一人で逃げた方がいいみたいなこと言ってんのよ。例えばその精神的にアリサがやばいっていうのを翔太郎は前もって知ってて、委員長とそういう話し合いがあって病院に来てるとかさ。はいはいはい、はい、だってさ、1話でさ、翔太郎が事故って目覚める前に夢みたいなの見てて、アリサに埋められてる夢見てたんや。あー、見てましたね、確かに。それでうなされて起きるみたいな。あれってだからアリサがもしそういう人だとしたら、それを知ってるけどなんとかしたい彼氏っていう。はいはいはい。だけど夢でそういう悪い方の夢見ちゃってうなされて起きたみたいな。確かにあんな夢あったな。あったよね、あれ伏線だよね。あれワンピースだったら絶対伏線だよ、あれ。お前ワンピース読んでないのに、お前。今回だからワンピースシーンが2つほどありました。ただ麦わら帽子かぶってただけだよ。ただほら、全く怪しくなさそうな人が犯人ってなると、うん、今回なんかすげえこのワンシーンだけで犯人扱いしてもいいんじゃないかっていうやつがいたんだよね、俺。うん、誰？後藤田です、あいつね。なんで？うん、よくね、赤い服着てるんですよ。はいはい、赤い服着てるね、 T シャツで。今回ナースコール押すか押さないかのシーンだったんですよ。 あったあった。このワンシーンだけで赤いナースコールなんですよ。え、赤い T シャツの人物が押すナースコールっていうのを略して赤いナースコール。そうそうそう、後藤田が結構赤い服着てんのよ。赤い服着てるイメージはあるでしょ。で、なんかちょっと食べ物の面白い T シャツ着てたりとかする日もあるんだけど、うん、その赤いシャツを着てる時にナースコールを後藤田が押すと殺人が起きんじゃないかっていう。あいつきっかけ？なんか合図があるんじゃないかっていう。俺が赤い服着て押した時やれみたいな。ああ、何者あいつ。だからああいうさ、翔太郎とか工藤の話を聞けるし、同じ病室で殺されてった人たちの動きも把握できるわけじゃない。話も聞けるし、行動も観察できるしっていうところでは、スパイじゃないけど、まあその真犯人と共謀してるやつとも捉えられるね。なるほどね。うん、
後藤田自身が手を下してるわけじゃなくて、今行けるよっていう合図。そう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 。だってそうだよね、アリバイはあるもんね。あいつ下塚が死んだ時とかさ、 トイレでね、下塚やられた時とコーヒー飲んでたもんね、あいつら一緒に。後藤田は飲んでた。自らはいけないもんね、手を下せないもんね。でも下塚がトイレ行って後藤田は病室に戻ったじゃない。その合図っていうのは病室に戻った時に押したナースコールなんじゃないかっていう。じゃあ、あのパーカー男が実行犯の可能性あるね。あれがあの写真に写ってた一番左の、例えばアリサのお父さんとか。はいはいはい、はい、お父さんっていうか、まあ、うん、院長の息子、うんうんうん、が実行犯で、後藤田も何らかの関係者で病室にいて、スパイじゃないけどお知らせ係みたいな。そう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 、コールセンターみたいな受けてる側じゃないけどね後藤田は、まあ、西垣は動き回れる監視員みたいな感じか。じゃああれだね、外のチャイコフスキーはちょっと石原が怪しいな、石原加藤を怪しんでいて俺は、うんうんうん、院内はだからアリサ後藤田、そう説が今んとこあるね、うちの中では。そうだね、ちょっとまだまだ考察続きそうですね。そうですね、はい。じゃあちょっと皆さんからの考察感想もですね、コメント欄でお待ちしてますんで、よろしくお願いします。では今回の動画は以上でございます。次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。